はい、こんにちは。つかつでーす。ということでね、今日もやっていきましょう。いやー、今回ね、あの、見ましたよ。世界 SF サッカー会議ね、見ました。めっちゃ面白かったね。あの、第2回なんですよね。あの、前、7月にね、世界 SF サッカー会議っていう、あれ、テレビ番組があったんです。で、それはもう YouTube に公式で8.8チャンネルっていう YouTube チャンネルで、 あの、5つぐらい動画になってます。まあ URL 貼っときますけど、どんな番組かっていうと、有名なね、著名な SF 作家を数人呼んで、今回コロナですよね。まあ第1回もそうだし、第2回目もね、今回もコロナについて喋るっていう話なんですよ。で、それね、司会が伊藤聖光さんね、僕大好きですけど、伊藤聖光さん。で、顧問ね、顧問が大森のぞみさん。あとね、荒井元子さんでしょもう有名な荒井元子さん。うん あと、小川聡さんね、直木賞の候補に一回なった人ですけど、あと、藤井太陽さんっていう、まあ SF 作家の人いて、あとね、今回第2回から、高山遥子さんが来たんですね。で僕、高山遥子さん好きで、これなんですけどね、高山遥子さんと言ったら、先日ね、あの、首里の馬で秋田川賞取った作家ですけど、僕マジ好きでね、そのまあ6人いるんですけどね、その6人で、その人類とは何ぞや、みたいなね、 あの人類はどうやったら滅亡するかしないかみたいな話をするんですよずっとあとね豪華なのはそれだけではなく VTR でね外国のね作家の人も参加するんですよでそれはねリュウジキンさんね3体の人3体の人は第1回から出ていますであとケンリュウさんね紙の,の動物園とか折りたたみ北京とかで有名なねケンリュウさんも参加ですよ あとね、僕知らなかったんだけど、韓国の作家で女性の人ですが、キム・チョヨプさんっていう人がいるらしいね。でその人をね、3人、SF 作家3人もプラスで来るんですよ。そこも話として面白いですね。あとね、豪華なのは挿絵がね、挿、まあ、絵って,って絵が出るんですよで。漫画みたいな絵が出るんだけど、それは森泉武人さんっていうね、漫画家さんが挿絵描いてるんですよ。 で、それはもうね、僕大好きで森泉竹さん。僕もあのコミックいくつか持ってますが、第2回目からなんと漫画があって、作中にね漫画の回っていうのがあって、その漫画家がコロナとか人類滅亡みたいな話を書くっていうのがあって、それね、第2回が宮崎夏時系なんですね。宮崎夏時系と思って、 僕大好きですよ。めちゃくちゃ持ってるもん。宮崎夏地系の漫画。この辺とかありますけど、あの僕は問題ありませんとかね。変身のニュースとか。あと何冊か持ってたけど、ちょっと見当たらなかったんで。あの、宮崎夏地系のね、漫画マジいいから、それだけでもね、見る価値ほんとあるからね。あの、やっぱり第2回ってことで、ちょっとこなれてる感があったでしょ。 小川悟さ,さんをいじるっていうね。そのいじり方がすごいよね。小川悟さ,さんもなんかね、味があってめちゃくちゃいいんですけどね。今回6人がね、人類について喋ってたわけ。で、テーマがあって、で、みんな一つずつテーマ言うんだけど、そのテーマが、人類は〇〇で滅亡するっていうテーマで、そのそれぞれの作家が〇〇に入れてトークするんですね。で、例えば、人類は愛で滅亡するっていう人がいたりとか、 例えば海外の人とかだったら、目に見えないもので人類は滅亡するんじゃないかとか。コロナウイルスなんかもう目に見えないからね。放射能なんかわかんないもんね。この辺に放射能があったとしても、僕は絶対わからないから、そういうもんで絶滅するんじゃないかとか、あと、あとね、めっちゃ面白かったのは、地球最後に食べたいものは、ご飯か麺かっていう <laughs>。 究極の二択みたいなさ、トークテーマがあって、なんじゃそらって思ったけど、それが良かったね。意外と良かった。女性人ね、荒井元子さんと高山遥子さんってまあ女性人じゃないですか。で、別に男女でね、あれってわけじゃないけど、なんかね、みんなで食べようよ、みたいな、が結構女性人だったんだよね。ね、自分たちだけが美味しいもん食うんじゃなくて、もうみんなで分け与えて、おむすび作ってみんなで分ければ、 みんななで食えるじゃないかみたいなことであなるほどなって思うよね例えば僕だったらハンバーグ食べたいなとかさお寿司食べたいなとか思うけどみんなと食べるっていうのが幸せかもねとか思ったその人類が滅亡するっていうのは例えば人類とはそもそも何なのかみたいなところから始まったりするんだよねグレック・イーガンの例とか出てたけどグレック・イーガンとかだったら人間がねもう肉体を捨てて電子のね 世界にもう入り込んで永遠にね、生き続けることができるっていう小説を書いたりするんだけど、でもそれって人間かってことになるでしょ例えば遺伝子工学の話もしてたけど、人間がね、遺伝子工学で放射能とか浴びても死なないとかさ、例えばだよ。マラリアに感染しても重症化しないとかいう人類が生まれた時に、でもそれは人類と一緒なのかと。ポスト人類じゃないのか、みたいな話してたんだよね。 やっぱ SF だよね、本当にね。で、大森のぞみさんがね、100年後、200年後ではなく、1億年後ぐらいの人類はどうなっているかを考えたらいいって言ってた。<laughs> なるほどって思え。で, <laughs> で、その時にもう地球はないんですよね。多分宇宙とか太陽とかもないんだけど、でもそんな時にもう地球が脱している可能性だって人類あるし、 そういうことで、電子の体で肉体捨てて、精神体みたいなね。それだけの人類になっている可能性もあるわけじゃないですか。だからそういうのは1億年後だったりするよね。あの、みんなそれぞれね、意見が違ってて面白いなって思うよね。あの、荒井元子さんやっぱいいね。荒井さんのね、考え方僕好きだなと思って、人類は滅亡しないって言ってた。<laughs> でもね、僕ね、これ僕の考えだけど、やっぱ人類滅亡の話ってさ、僕好きでさ、もしくは人類が滅亡した後に何人か生き残りがいてね、後ろには廃墟とかがあるわけよ。で、半分水没した東京タワーとかがあって、で、そこでどうやって生き延びるかサバイバルするみたいな。そういうなんかフェティシズムみたいなあるくない フィティシスムっていうかジャンルみたいなのあるよね。滅亡ジャンルみたいな。だから本当に人類って滅亡しないのであればそういうことなんだよね。新井さんが言ってたのは、例えば日本とかアメリカとか中国とかね。そういう文化単位とか社会単位ではもしかしたら滅亡する可能性あるでしょ。例えば核戦争とか起こってバーンってなって、東京だって全部滅亡するとか、それこそコロナだったらあり得るからね。これからもっとコロナの数値がバーンって広がってみんな死ぬみたいな。 ことが起こった時に、よくバイオハザードとかだったら、なぜか抗体を持ってる人とかがいますよね。例えばクリスとかね、あのジルとかさ、バイオハザードの主人公ですけど、は、あのゾンビに飼われても感染しないのは抗体をたまたま持っているからっていうさ、都合のいい設定あるんですけど、でもコロナだってもしかしたら抗体っていうのがやっぱあって、 でたまたまかからない人類たちだけが生き残ってね、別のそのコロニーみたいなのを作って、そこで生活するみたいな話って考えられるでしょ。で、他の人たちはコロナがもっとね、変異体みたいなのが起こってさ、ワクチンを打っても効かないみたいな、コロナでもうみんな死ぬみたいな、でもその人たちだけは生き残ったみたいなことだってありえるでしょ。これは別に不謹慎だとか言われるかもしれないけど、でもありえるからね、そ想像力でね。 で、作家っていうのはまあそういうもんでしょう。小説って僕だって小説昔書いてました素人でね。小説って自由なんだよね。人がどんだけ死のほうが。 例えばエロいこと書こうが別に自由なんだよね、小説ってね。で、それは想像力でしょ。で、普通の人たちはそういうことを言うと不謹慎だよとか言われたりするでしょう。人が死ぬなんておかしいよみたいなこと言うかもしれないけど。でも今後のね、5年後、10年後、100年後のことを考えてね、まだコロナがいるっていうことがあるかもしれないけど、それこそがもう SF の世界だし、SF っていうのはそういった意味ではある種の人類の未来、希望である。 2000XX 年地球はみたいなさ。それも SF だから、そういった点では今回のコロナっていうのはやっぱりね、SF の力を借りないといけないっていうのは、この番組の趣旨に合ってんだよね。これ最後に言いますけど、あの、第3回もするみたいですよ。<laughs> うん。あの、第1回の時は、あの、第2回あるんですかねみたいなことを言ってて、あったら面白いですねとか言ってたんだけど、今回の感じだったら第3回はありますって言ってたもんね。 へえと思って、あ、決定してんのこれと思って。で、しかも、第3回小川さんいませんからね、みたいなこと言ってて、あ、これメンバーも決まってんのかなってちょっと僕思ったんだよね。なんか、そういう感じで言ってた。うん。だから、いろんな異性作家呼んで、第3回、第4回、第5回ってやるんだろうね。いい企画だよね。 こんな作家がね、テレビに出るとか、まあ、YouTube に出るとか、複数人出るなんかないもん。作家ってもっとね、表に出てほしいと思うけど、まあ、でも裏に立つっていうのも作家でもあるよね。作家自身の言葉ではなく、小説だとかエッセイだとかね、その言葉を載せる、活字にするっていうのがある種、作家の役割でもあるから、そういった点ではね、今回の企画はもう大当たりなんじゃないですか。僕好みだしっていうところ。はい。 そんなところです。いや、僕、第3回も見ますんでね。よろしくお願いします。誰に言って挨拶していいかわからんけど。まあ、皆さんもね、ぜひ、あの、YouTube で8.8チャンネルっていうね、あの、ところで、無料で見れますんでね。第1回も見れるし、第2回も見れるんでね。ぜひ見てもらったらと思いますねはい。超おすすめです。はい。今回は終わりです。高評価、コメント、チャンネル登録。どうぞよろしくお願いします。ではでは、つかっちゃいました。バイバイ。